はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。じゃじゃん、ライトニングトゥ SD カードカメラリーダーということで、アップル純正の SD カードカメラリーダーというものになります。まあ何かと言いますとね、単純です。こちら iPad Pro 9.7 インチにつなぐ SD カードの、ね、リーダーになります。まあこの iPad だけじゃなく他の iPad にも使えるんですけれども、せっかくねこちら今購入したのは 128GB モデル、 GB モデルになります。ですので旅行なんか行った際ね、いつもはノートパソコンなんか持って SD カードからデータをバックアップしたりしていたんですけれども、今回ですねこちら容量が 128GB あるということで、ちょっとした旅行であればね、こういったカメラ持って行った時のバックアップとしてね、ストレージ使えるんじゃないかと思って購入しました。で、このね iPad Pro 用で使える SD カードリーダーが、まあ、探したんですけど、まともに使えそうなのがね純正しかないんですよね。こちらね、あの Windows ノートとかノートパソコンとか、まあ、Android とかあったらね、いろんなカードリーダー使えるんですけれども、この辺はなんででしょうかね。相性あるのか、この辺の規格が公開されていないのか、いるのか分かりませんけれども、なかなか満足できる評価のものはね、探してもありませんでした。ということで、このようにですね、パチパチと撮った写真をバックアップできるかというのを試してみたいと思います。どうもパソコンで編集したものはですね、同じフォルダーで同じ名前に入れたりしないと認識しないとかいうようなこともあるようです。では開封してみたいと思います。内容は至ってシンプル、こんなカードリーダーがポンと入ってるだけです。本体こんな感じです。ちょうどねこの iPad の幅は、ね、全然収まるぐらいのコンパクト、ライトニング端子があってで、もう白いねこちらリーダーがあるだけとなってます。このように SD カードがね1枚刺さるだけのデザイン、シンプルデザインです。では使ってみましょう。今こちらリコの GR で撮った写真をですね読み込ませてみたいと思います。よいしょ、 SD カードを取り出しておきましょうかね。こちらこんな感じ。今回トランセンドの SD カード、まあ、一応このカードのロゴが書かれたとこを上にして刺してみましょう。刺します。このように差し込みが完了しました。こんなブラーンとしたね格好となってます。で、写真アプリを開いてみましたが、未だ変化はありません。そこに SD カードをね刺してみたいと思います。このように SD カードを差し込みます。なんかカチッとも言わずに奥まで刺さった感じですね。あ、なんか出てきましたね。お、撮った写真が出てきました。早いですね。こちらに読み込むというボタンが登場しました。そしてすべて読み込む、すべて削除、すべて読み込みましょう。こんな感じで読み込みたいものを選択したい場合はここで選択していきますね。で、読み込みが完了してしましたので、カメラにはちょっと残しましょう。めっちゃ早かったですね今。それでこのように iPad 上にリコ GR で撮った写真がですねすぐに読み込まれて編集することができます。うん、なかなかいい商品ですね。これ引っこ抜くのは抜いていいのかな。よいしょ。ということで今回ですねすぐ撮った画像を SD カードで読み込んで SNS ブログ等にアップできる、こちらありそうでなかなか純正しかないライトニングSD カードカメラリーダーをご紹介いたしました。うん、こちらね
この iPad に入れた画像からこちらに書き出すことはできないので、本当に読み込み専用です。こちらの iPad で撮った写真をパソコンに入れるには、ケーブルで結ぶかですね、ドロップボックスとか、その辺のクラウドサービスを使うしかありません。ではね、旅行にはこれだけ持っていけばとりあえず安心かなと思いますので、非常にコンパクトに旅ができそうです。今回も見てくださりありがとうございます。